だから読書家が遠いんです。社会的に収入をつくんで、不動産持ってるっていうのは、株とか持ってても収入つきますか。これはもう運命の差なので、はい、こんにちは、木村拓哉です。このチャンネルでは資産を増やす方法、お金に不自由しない生活、理想の人生を作る生活について発信しています。ぜひ最後までご覧ください。素朴にちょっと疑問に思ったんですけど、はい、あの不動産投資は、まあ、独身の時に始めた方がいいとか、はい、あの結婚してから始めた方がいいとか、なんかその辺ってあったりするんですか。ああ、いい質問ですね。いい質問なんですか。これは本当にあるんですよ。あるんですね。はい、あの結論から言うと、はい、結婚前、つまり独身のうちに始めた方がいいです。あ、独身の時に始めた方がいいんですか。はい、はい、そうですね。もう間違いなく。あ、そう、理由があるんですか。あります、何個かありますか。あ、全然ちょっと想像できないですけど。じゃあ、はい、これランキング形式でちょっと自分で考えて、はい、あのお伝えしましょうかね。あ、お願いします。はい、特に独身の方は見てほしい。あ、いいですね。これ男女問わずですからね。あ、男女問わず。はい、男性も女性もです。はい、はいはい、ぜひちょっと教えてください。はい、まず第5位です。はい、独身ってやっぱりイコール、まあ、若いじゃないですか。そうですね。うん、なので置き換えて、若いうちからできるだけ早く始めるっていうことからするとですね、もうあのいわゆる残り時間が長いわけなので、これがもう決定的な武器になりますね。あ、やっぱり不動産投資ってあの長い取り組みなんですよね。あのローンを引いてこう返していくんで、着々と自分の資産になっていくんですけども、やっぱそこには時間を要するので、資産形成としては本当に1年2年の短期にバーッとね、稼ぐ儲けるお金貯まるっていうものではないです。ただ長い時間やっていくことによって結構なお金とか資産とかが残るというものなんで、時間が武器とか時間を味方につけてやるって言ったりするんですけど、はいはい、時間が本当にかけがえのない武器なのかな、やっぱり。うん、そう考えると若ければ若いほどいいんですよ。なるほど。例えば私今15年経ちましたけども、はい、41歳で始めて今56歳ですけども、はい、これは例えば25歳で始めたら、はい、40歳で今の立場になってたと考えると、早く始めたかったなっていうのを切に思いますね。これはそういう意味で早い方がっていう、はいはい、独身のまだ結婚する前の早い時期の方がいいということですよね。はい、そうです。もちろんね、あの本当にあの会社員になったばかりのね、1年とか、まあ、2年経てばあれとできるかな。本当にあの若い時はまだ融資を得ないかもしれませんけども、まあ 2,3 年経てばもう十分可能性あるので、不動産投資の良さ分かったらですね、やるぞと決めたら早い方がいいと思いますね。なるほど。はい、では次第4位いきますね。これはですね、物件を探すとかね、まあもちろんセミナーとかそういうのに出るとかっていう、うん、やっぱり時間がたっぷりあること。あ、時間がたっぷり、うん、独身の方がやっぱり自由に動けるでしょうって。確かにそうですね。はい、やっぱり結婚しちゃうと、まあ、結婚悪くつもりないですけど、ね、相手方もいるし、あとましては子供生まれて小さかったら、はい、なるほど、なかなか家は切れませんよね。そうですね。意識もやっぱりね、そっち家庭だろうし、はい、奥さんへの説明とかさ、例えばね、はいはいはい、だからそれだったら独身の方がもう 100% 自分の好きなんじゃないですか。確かに意識も時間も能力も、はいはい、ね、あと何か本を買うとか、はい、コミュニティに参加するとかって活動も、はいはい、だからいいんですよ。確かにそうですね。本当に時間がなくなった時に、あの時の、はい、いかに貴重だったかということに気がつきますよ ね。 そうですよね、きっと。そうです。結婚した方は分かると思います。結婚しないとね、はい、まだ実感湧かないと思うんですけど、はい、これもう運命の差なので、はいはい、だから独身の違いです、はい、ただ例外あります。お、あの結婚相手の人も不動産投資やるっていうんであればそれで大丈夫です。あ、なるほど。2人でこうね、一緒にこういうケースもあります。なるほど。もう2人でそれぞれ物件買うっていうこともありますから、それはそれでまたいいですね。これはこれでいいですよ、はい、お互いに刺激し合いながら、はい、チェックし合いながら、はい、うん、これは本当にいいですね。うん、でそういう方と結婚するっていう手もあります。なるほど。まあ、簡単じゃないですか。なるほど。はい、はい、そして第3位です、奥様、奥さんに限らずご主人もそうですけどもに反対されないってことですね、独身は。
なるほど。本当に多いんですよ。反対されるケース、反対されて諦めるケース。あ、そうなんですね。そうです、そうです。本当にね、伊藤さん投資始める、まあ私の周りで言うとですけども、その動機はね、そんなね、なんか贅沢したいとかギャンブルしたいとかやましい理由はないですよ。みんな将来のこととか、はい、家族のこととかを考えて始めるのにもかかわらず、はい、奥様とかご主人からね、そんなのやるなとかね、何言ってんのあなたみたいな。そもそも理解してもらえてないっていうことですよね。不動産投資の良さもそうだし。そうですね。怪しいもんだっていう。そうなの。ちゃんとそこ説明して、そしてまあ、時間かかってもですね、理解されてる、されてくれる相手の方もいらっしゃるんですけど、でも結構な数な反対あるんですよね。でまだまだ不動産投資って危ないものとか、まあそもそも投資って名前ついてるからね、この言葉良くないと思うんですけど、私本当は不動産事業って言葉を広めたいんですが、いかんせん私一人に言っても広まんないので、はい、私不動産投資って言わざるを得ないんですけど、でやっぱりね、その配偶者の方の反対を覆すというのは相当な労力なんですよね。どうやったらうまく説得できるかっていう動画、過去のやつあるので、はいはいはい、説得されたらこれ見てくださいこの動画、はい、この通りやるといいです、うん、これ見てないでやるのって見た後やるので運転の差になりますから、はい、やっぱりコツなんですよ。なるほど。はい、そして第2位です、はい、それですね、モテる。モテる。モテる。はい、ほう、まあ、これは別に私が経験あるわけじゃないんですけど、はい、はい、いろんな方、若い方の話聞いてですね、はい、特に女性の方に私聞いてるのをするんですけど、やっぱりお付き合いをしてね、結婚を考えて、はい、まあ、結婚達成になった時に、はい、相手の方がやっぱり不動産投資もやっていて部屋持っていて家賃収入入ってきてるんだよと、まあ、もちろんローン組んであるんだけども、こういうふうにちゃんと返せているしっていいような、でリスクはこういうのあるけどもこういうに潰せるんだよっていう、潰す方法とか軽減する方法があるのでね、保険とかいろいろあって、そういうのちゃんとね、いいところだけじゃなくてちゃんと全部説明してやるとですね、やっぱりね、しっかりしている人だと、いうふうに思うみたいです。なるほど。でやっぱり今こういう時代じゃないですか、特に、はい、ね、会社オンリーで真面目にってやってるのは、まあ、昔は持ってたかもしれませんけど、今はそれだけじゃなくって、多方面にやっぱ将来のことを考えて手を打っている。でこれは不動産投資に限らずだと思うんですよね。他の何かでもいいと思うんですよ、はい、ただ課題ものね、いや貯金全部仮想通貨にしてさ俺将来はなんて、それはダメだと思うんですよ、はい、あれはちょっとね、こんなんだから。でその中で不動産投資っていうのはね、まあ、不動産の事業って言ってますけども、私本当に硬いものと思ってるんで、であと社会的信用力もつくんですよ、はい、これ社会的に信用力つくんで、不動産持ってるっていうのは、株とか持ってても信用力つきますか？あんまりイメージが湧かないですね。そうなんですよ、仮想通貨持ってても。そうですね、そうそうそう、確かに確かに。だから、ね、不動産ってのはね、本当に社会信用があるんです。結婚相手の多分親御さんに言っても、はい、多分受けいいと思います。あ、そういうのやってるの分かるの、すごいねって、はい、でこれね、やる前に不動産投資やる前に彼女彼氏にこれやるんだろうって言っちゃダメです。あ、そこでやるとね、反対来るんです。なるほどなるほど。そうそうそう、未知のものに対するやっぱりね、恐怖というかね、大事なのはもうやっていてちゃんと安定して回ってるよっていうのがいいんですよ。なるほど、はい、だから独身のうちにやってもいいです。なるほど。しかも彼氏彼女できる前っていうとあれかなまああれですけどまあ早ければ早いと思います。なるほど、はい、あ、そういうことですね。はい、そうなんです、はいはい、ですからこれ見てる方も結婚してお子さんがいるんだったら、お子さんにそれを教えてあげた方がいいです。あ、これからの人たちのために。なるほど。もう結婚してる方は、はいはい、なるほど、はい、はい、私も子供いますけどもね、もう大学生と社会人もいますから、はい、まあ徐々にそういう話をして、はい、はい、って感じですね、はいはい、そして第1位ですけどもね、これはここの第一に持ってくるかとか迷ったんですけど、意外性という意味で、でもすごい大事ということで持ってきました、はい、今日本人は、離婚の確率何パーセントか知ってますか？パーセントで言うとですか、はい、結構ありますよね。結構あります。サクッと言うと、はい、3人に1人です。3人に1人、はい、3人いれば1人は離婚するんですね。は、えー、
で、なんでこの話したかというと、はい、あのやっぱり離婚になった時にですね、はい、あの普通財産分与って言って、はい、財産を分けるんですよね、何か事情がなければ、はいはい、で財産っていうのはもちろん現金もそうですけど、うん、不動産を持っていたら不動産もこう分ける形にするんですね、うん、はい、まあ、話し合いでこう別な方法もあるかもしれませんけど、それが基本なんですよ。と、うんうん、いうことは、結婚した後に不動産投資やったら、例えばご主人が自分の属性を使って自分で融資組んで不動産買ったとしても、これは結婚後に購入したことになるので、なるほど、これ何らかの形であの分割しないといけないんです、はい、例えば売却してお金に換えて分けるとかね、はい、例えばね、はい、うん、だけども結婚前に得た資産はこれは分与する必要ないんです。おということは、結婚前に不動産買っておいたものはこれは分与の対象にならない。なるほど。ということは、万が一でも万が一じゃないんです、今3人に1人は離婚するので、まあ、数字上で言うとそういうことになっちゃうんですね。ちょっと不謹慎かもしれませんけど、でも現実そうなので。なるほど、はい、だから万が一じゃなくて、うん、3回に1回と考えたら、はい、あの結婚前に買ってた方がいいんですよ。あ、なるほど、ちょっと意外でしたね。これはあまり知られてないんですけど、はい、でも非常に重要な話ですね。でこれは男性もそうです、女性もそうです。不動産投資は男女の差がないので、なるほど、うん、で結婚前に女性は私買っておくべきだと思いますね。そしてちゃんと資産を作っておいて、はい、そして不労収入を作っておく、はい、で本当には女性の方にお伝えしたいんですけども、離婚になった時に、子供がいた場合とか特にやっぱり女性はどうしても不利ですよね、やっぱりどうしても女性があの子供を連れてくるケースが多いし、やっぱこの面倒見なきゃいけない。でもご主人から養育費取れたらいいんですけど、取れないケースも多々ありますから、やっぱり女性って男性に比べるといろんな人生こう変化あるんですよね、はいはい、子育てもそうですけど、はい、出産もそうだし、はい、だから余計私はね、あの独身のうちに女性は不動産買っておくのが本当にいいと思いますね。なるほど、はい、ということなんですけど、ご理解いただきました。はい、理解できました、はい、いろんな意味でやっぱり独身の時の方がやっぱりこう、はい、まあ、有利というか、ね、まあ、いずれにせよ早く始めていった方がいいというところですよね、はい、うん、そうなんですね、うん、ぜひね、これ見てる方は独身の方、あとそう親の方はお子さんに、あ、なるほど、はい、あの伝えてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後で動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは私の経験に基づいて、一人でも多くのサラリーマンの方により豊かな人生を歩んでいただきたいと思いまして、ヒントとなるきっかけや情報を届けております。あなたがチャンネル登録といいねを押していただけると、私の動画がより多くの方に届きやすくなります。動画を見て良かったと思えた方はいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。あと私は公式 LINE をやっておりまして、そちらでは私の成功法則と不動産投資資産形成に関する動画16本を無料でプレゼントしております。あと、本気でやりたい方向けにですね、無料通話アドバイスっていうものも用意しております。下に概要欄にある方法で公式 LINE に登録をして、メッセージをいただけたらと思います。では今回は以上になります。